ビニルアルコールは最も単純なエノールである。通常は、ケトエノール互い変異性による平行が、ケト体に偏ってしまい、ビニルアルコール自体は、熱力学的に不安定な化合物である。つまり、ビニルアルコールとアセトアルデヒドとの平行が、アセトアルデヒド側に大きく偏ってしまうので、ビニルアルコールを物質として扱うことはできない。 ビニルアルコール CH2 イコール超では、電子が豊富な二重結合のパイ電子が、塩基、ヒドル基地元についている H が酸として働く。これにより、プロトンの脱離が可能であり、脱離するとエノラート型になるが、エノラート型は、電子の非極在化が起こり安定になる。したがって、プロトンの脱離が起こりうる。そこから、熱力学的により安定なアセートアルデヒドに変化する。 ビニルアルコールを重合すると、ポリビニルアルコールが得られるはずだが、ビニルアルコールモノマーという物質は、実質的に存在しないので、酢酸ビニルを重合して得たポリ酢酸ビニルを、加水分解することによって、ポリビニルアルコールが作られる。ありがとうございます。